聞きたいように聞き、信じたいように信じるんです。検察だってそうでしょ。侮辱だな。侮辱したんです。証拠によってではなく民意に応えて起訴したんですから。我々は公僕だ。国民の期待に応えるのは当然だ。愚かな国民の愚かな期待にも応えなければならないんですか。愚かですか。愚かで醜く卑劣です。傲慢極まりない。私は素晴らしい国であり、美しく誇り高い国民だと思っている。逸脱した議論を勝手に進めないぜ。いいじゃありませんか、興味深い議論です。美しく誇り高い国民が証拠もあやふやな被告人に死刑を求めますか。本件の場合有罪であるならば極刑がふさわしい。我が国においてそれは死刑だ。生命はそのものに与えられた権利です。それを奪う者はたとえ国家であっても人殺しです。あなたが死刑廃止論者だとは意外だな。いいえ、反対じゃありませんよ。目には目を、歯には歯を、殺人には殺人を。立派な制度だ。ただ人知れずこっそり始末することが卑劣だと言っているだけです。白昼堂々と殺せというのか。その通り。青空の下、市中引き回しの上、貼り付け火炙りにした上で、みんなで人差しずつ刺して首を晒し万歳三唱した方がはるかに健全だ。だが我が国の愚かな国民は自らが人殺しになる覚悟がないんです。自分たちは明るいところにいて、誰かが暗闇で社会から消し去ってくれるのを待つ。そうすればそれ以上死刑について考えなくて済み、この世界が健全だと思えるからだ。違いますか。仮にそうだとしてもそれもまた民意だ。民意なら何もかも正しいんですか。それが民主主義だ。裁判に民主主義を持ち込んだら司法は終わりだ。果たしてそうかな。そうに決まってるでしょう。いささか古いな。法は決して万能ではない。その不完全さを補うのは何か、人間の心だよ。罪を犯すのも人間、裁くのも人間だからだ。多くの人々の思いに寄り添い、法という無味乾燥なものに血を通わせることこそが正しい道を照らす。裁判員裁判はまさにその結実だ。そして本件において人々が下した決断は、安藤喜和は死刑に処されるべきというものだった。愛する家族と友人と子供たちの健全な未来のために、これこそが民意だ。静粛に、静粛に。素晴らしい。さすが民意の体現者醍醐検事、実に素晴らしい主張です。いいでしょう、死刑にすればいい。確かに安藤喜和は社会を蝕む恐るべき害虫です。駆除しなければなりません。次に寝取られるのはあなたのご主人かもしれませんからね。あなたの恋人かもしれないし、あなたの父親かもしれないし、あなたの息子さんかもしれない、あるいはあなた自身かもしれない。死刑にしましょう。現場での目撃証言はあやふやだけれど死刑にしましょう。被告人の部屋から押収された毒物が犯行に使われたものかどうか確たる証拠はないけれど死刑にしましょう。現場に別の毒物らしき瓶が落ちていたという証言があるけれど気にしないで死刑にしましょう。証拠も証言も関係ない。高級会社を乗り回し、ブランド服に身を包み、フカヒレやフォアグラを食べていたのだから死刑にしましょう。それが民意だ。それが民主主義だ。なんて素晴らしい国なんだ。民意なら正しい。みんなが賛成していることなら全て正しい。ならばみんなで暴力を振るったことだって正しいわけだ。私のパートナー弁護士を寄ってたかって袋叩きにしたことも民意だから正しいわけだ。冗談じゃない、冗談じゃない。本当の悪魔とは巨大に膨れ上がった時の民意だよ。自分を善人だと信じて疑わず、薄汚い野良犬がドブに落ちると一斉に集まって袋叩きにしてしまう、そんな善良な市民たちだ。だが世の中にはドブに落ちた野良犬を平気で助けようとするバカもいる。
己の信念だけを頼りに危険を顧みないバカがね。そのバカのおかげで今日江上純子さんは民意の濁流から抜け出して自分の意思で証言をしてくださいました。それは江上さんたった一人かもしれませんが、確かに民意を変えたのです。私はそのバカを誇らしく。前田先生、町子ちゃん、先生。民意などというものによって人一人を死刑にしようというのならすればいい。所詮この一連の裁判の正体は嫌われ者を吊るそうという国民的イベントに過ぎないんですから。己のつまらない人生のうさばらしのためのね。そうでしょう大吾検事。あなた方5人は何のためにそこにいるんです。民意が全てを決めるならこんなに格式ばった建物も権威づいた手続きも必要ない。偉そうにふんぞり返ってるじいさんもばあさんも必要ない。判決を下すのは断じて国民アンケートなんかじゃない。我が国の赤学であられるたった5人のあなた方です。どうか司法の頂点に立つ者の矜持を持ってご決断ください。お願いします。数々の無礼、お気を悪くされたかもしれませんが、所詮は金の亡者で嫌われ者のドグザレ弁護士のたわごとです。どうかお聞き流しください。以上です。